はいどうもこんにちは、しゅんじです。今日はこちら、じゃじゃーん、久々にね、買ってきました。カプセルプラレール、一緒に遊ぼう。車と列車が雪買う街編。なんとね、これ、ラインナップの中にドラえもんの列車があってね、それが欲しくて、今回回したんですよね。2両編成なんですけど、5回回したらね、揃って。奇跡的ですよね。揃ったんでね、今日はこちらの、カプセル5個を見ていきたいと思います。最近本当にカプセルプラレールね、買ってなかったんで、かなり久々なんですよね。なんか作りとか変わったんですかね。はい、じゃじゃん、出てきました。これ中間車両ですかね。カプセルの中にね、こちらガイドブック、カプセルプラレール一緒に遊ぼう、車と列車が雪買う街編、全15種類。で、ドラえもんトラム。これですね。これがあったんですよ。ゼンマイ車に、あと後尾車の2両編成ですね。で、あとのラインナップはこんな感じになってます。そう。田舎の駅がね、めちゃめちゃ可愛いんで、これも欲しかったんだけど、今回出なかったですね。まず一つ目は N700 タイプ A の中間車両ですね。いや、可愛いですね。よくできてます。細かいところとかも綺麗にね、色が塗られてますよね。で、連結パーツがね、前後に付けられてますね。あとは直線レールが入ってました。次はね、黄色のカプセル。さっきはね、赤色のカプセルですね。次はじゃじゃん、あ、これも中間車両ですね。はい、袋から取り出してじゃじゃん、2個目のカプセルから出てきたのは、これはカートレイン北海道の中間車になってます。はい、上はこんな感じで、下はね、こんな感じですね。ライトが赤色になってて、あとね、ゴールドのラインが入っててね、すごい綺麗なゴールドのラインでね、かっこいいですね。横には JR って書いてますね。屋根はね、グレー色になってます。あとレールの方は直線ですね。直線レールが入ってました。3個目は黒色のカプセルです。パカッと開けて、お、シールがある。シールがあって、あ、これはね、カートレイン北海道の後尾車ですね。じゃじゃん、袋から取り出し、おー、すごい、なんかかっこいい。シール、こんなシールが入ってたんですけど、そんなに数はないんでね、簡単に貼れそうです。キラキラのシールをペタッと貼って、で慎重にね貼って、はい、シールの方貼り終えました。まずね、くるっと回すとこんな感じですね。あー、かっこいいですね。で、結構シンプルな感じになってていいですね。でもこれだけ出たらちょっと寂しいかな。ちょっと寂しい。で、中のね、乗せる部分、ここもね、すごいかっこいい感じにキラキラしててね、かっこいいですね。で、底面こんな感じ で車輪がね、ちっちゃい車輪がついてます。で、前と後ろに連結パーツがついてますね。さっきの中間車にね、セットするとこんな感じですね。先頭車両欲しかったですね。ここまで来ると、先頭車両が欲しい。つなげるとね、本当にかっこいいです。後ろにね、何か乗せて、ポケットトミカとかね、カプセルトミカを乗せて遊ぶことができそうですね。せっかくなんでね、ちょっと乗せてみましょう。おー、ちょうどいい感じだ。バッチリ乗りましたね。いい感じです。ではラスト2個はドラえもんトラムの、先頭車に、あと後尾車を見ていきたいと思います。はい、パカッと開けて、これは後尾車の方ですね。いや、すごい。かわいいですね。中にはね、こちら曲線レールが入ってて、あと、後尾車ですね。はい、まずはね、くるっと回すと、こんな感じになってます。うわ、めっちゃかわいいですね、これ。色はね、青色で、屋根がね、シルバーになっててね、すごいかっこいいんですよ。これかわいいですね。このガラスのところにはね、あのドラえもんの顔が半分だけ描かれてて、あとライトとかね、この辺の塗装すごい綺麗です。で、横には、どこでもドアのドアだ。すんごい。これはね、ちっちゃい子見たら絶対喜びますよね。で、ドラえもんに、あとね、あ、鈴がある。すごい、なんか、可愛い感じになってる。で、ジャイアンですね。ジャイアンがいて、連結パーツがあって、反対側にも、どこでもドアのドアがあって、ドラミちゃんに静香ちゃん。いや、すっごいこれ可愛い。あとね、横にね、ちっちゃいんですけど、射水市、高岡市って書いてあって、下にもローマ字で、射水シティ、高岡シティって書いてますね。わ、すっごい細かい。すごい。で、屋根さっきチラッと見たんですけど、こんな感じで、作りもね、すごい細かくて、あとね、色が綺麗。シルバーがすごい綺麗ですね。底面こんな感じになってます。いや、可愛いですね、後尾車。では、ドラえもんトラムね、ゼンマイ車の方ですね、を見ていきたいと思います。袋から、
取り出してやったー。これね、ゼンマイ車5個買ってね、1個だけなんですよね。めちゃめちゃ嬉しい。じゃじゃーん、出てきました。いや、かわいいですね。でもとにかくゼンマイ車が出たのもちょっと嬉しいです。ドラえもんトラムじゃなくてもゼンマイ車が出たっていうだけでちょっとテンション上がります。先頭車もね、すごい綺麗な色で、青色で、屋根はシルバーになってますね。前のガラスにはさっきと同じでドラえもんの顔半分だけ描かれてて可愛くて、あとね、ライトとかね、この辺の細かいペイント、よくできてますね。で、ドアはどこでもドアにドラえもんと、あとのび太くんが書いてますね。で、これゼンマイですね。で、くるくるっと回して後ろ連結パーツがあって、反対側にもどこでもドアと、あとね、スネオとドラミちゃんがいてます。で、横にはちっちゃい文字でね、さっきと同じ感じ、高岡市、泉市って書いてますね。で、屋根はこちらで、すごいね、綺麗な感じに塗装されてます。かっこいいな。ちょっとメカっぽい感じがいいですね。男の子好きそう。で、底面こんな感じで、後ろのね、車輪だけちょっとこのギザギザした感じの車輪になってますね。で、横にあるゼンマイを回すとこんな感じでくるくるね、車輪が回って走らせることができるようになってます。それではゼンマイ車と交尾車をね、連結させます。ガチン、こんな感じです。あ、いいですね。つなげるとまたさらに可愛くなった。いいですね、この並びもいいですね。ドラえもんにのび太くんに、ドラミちゃんにしずかちゃん、のび太くんとね、しずかちゃんがこっち側にはいて、くるくるっと回して、反対側にはジャイアンとね、スネ夫が並んでてね、いつものこの組み合わせのような感じで並んでますね。いや、すごい可愛いですね。やっぱりつなげると違いますね。今日出たレールはね、直線2本の曲線が2本になってたんで、とりあえずこれをつなげますね。これをつなげると短かなり短いで、レールの上にセットするとこんな感じ、かなり短いですね。ちょっと走らせてみましょう。いきますね。はーい、走るすぐ終わっちゃう。さっきのレールちょっと短すぎたんで持ってるレールちょっとね、つなげて丸いレールね、作ってみました。ではここでね、走らせてみたいと思います。いきます。せーの、よいしょ。かわいいですね。2両編成だからなんか走りがスムーズな気がする。いきますね。いや、すごい、とにかくかわいい。あとなんか走りが軽快ですね。いや、すごいね、見てるだけでも可愛かったんですけど、走らせても可愛いですね、やっぱりこれは嬉しい。今回はドラえもんトラムが欲しくて久々にね、回してきました。カプセルプラレール一緒に遊ぼう、車と列車が行き交う街編。奇跡的に5回で、ドラえもんトラムね、ゼンマイ車に交尾車が出たんですけど、いや、これ久々に運使っちゃったなっていう気がしましたね。それでは今回はこの辺で、よろしかったらコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あとインスタ、ツイッターもやってますんで、フォローの方よろしくお願いします。それではさよなら。